1分勝負。ちょっとですね、ちょうど前須賀君が貼ったところがかぶってしまって見れなくなっちゃったので、お願いしていいですか。説明しましょう。このコーナーは未来ある若手お笑い芸人がライブのお手伝いをしながら1分ネタにチャレンジしてもらう高校型育成コーナーです。今回登場するのはジャングル系宮田ファイター、マンションアバンギャルド正義正義です。では3組続けてどうぞ。ジャングル系ミヤカバイザー、どうも、さっき後ろで賑やかしてた男です。今日は男しかわからないジェスチャーゲーム全年齢バーっていう、まあ、私も持ってきたんですけども、一回サイレントで、まあ、ジェスチャーゲームなんですけど、サイレントで1個やって、で次声出してやります。で何やってるかなっていうのを推理してください。多分男しか分かりません。じゃあやります。第1問、ガード。はい、分かりましたよね、男性の皆さん。はい、じゃあ答えを、合わせていきたいと思います。ああ、うんことおしっこ両方したい。さあ、あー、対面全部埋まってるやん。じゃあ上の階、あ、おしっこだけしとこうな。わかりますよね。ちょっとね、はい、じゃあもう一個やりたいと思うんですけども、この5つ使ってやりたいと思いますね。はい、第2問いきます。第2問、スタート。サウナ来たわ。サウナの手火おもんない。サウナもっと野球とかやってくれよ。なんで夕方でこの殺人のニュースとか見たくないって。一回水風呂入ってと。はい、休憩所行こう。休憩所で、はい、休んで。あー、湯飲む人動き。あ、あの人頭ツルツルやのに体ボボやないか。っていうことが男の部屋ではあるんです。じゃあ皆さん、今全年齢バーだったんで、男だけの、ジェスチャーゲーム、夜の男だけのジェスチャーゲームでまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。マンションアバンギャルド。ハロー。お願いします。いやーね、ラジオやりたいんだよ。ラジオやりたいんでいいじゃないですか。ね、マンションアバンギャルドのオールナイト石の間にね。おいいね、オールナイト石の間にね。テレテテテテで周波数合わせて、何でも合わせて合わせていいよね。なんだそれは。はい、時刻は、午後2時15分を回りました。めっちゃ昼間やってる。オールナイトだから夜通しちゃってほしかったよ。今日もアマチュア無線を通してお送りしています。違法電波やったんで、ね、よくないねそれは。では最初はこのコーナーから参りましょう。はいはいはい。マンションアバンギャルド阿部の4コマ漫画の紹介のコーナー。4コマ漫画の紹介。マンションアバンギャルド阿部がこの4コマ漫画を読み上げます。朗読劇よ。ただ意味ないね、ラジオ下手くそだよそれ。続いてのコーナーは、続いてない、快適生活のコーナー。よく FM でやってるやつな。この通販番組前かかったやつ、一番効かないやつだよあれ。これで15分使います。全部終わるよ、そしたら。もうあれ、あれ聞くんや。紙、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 ない紙、何言ってんですかそれ。あとはこう、あれメール、メール、あ、メールラジオ届いてる、ね、メール届いてる、ね、ラジオ。今日も楽しく聞いています。マンションアバンギャルド阿部さん、イケボですごくかっこいいです。すげえ、ファンいいんじゃ。今度会いたいです。マンションアバンギャルド千葉より。気持ち悪いからやめてほしい。なんで相方が送ってんだよ。シュレッダーかけときます。やめとけ。終盤もありがとうございます。シュレッダー送ってんな、相方として。最後のコーナー。最後のコーナーなの？交通情報です。いらねえよ、お前のやつでやんなくていいよ。今日は石巻万国浦にて約20キロの大渋滞です。嘘つけ。正義でしょ。どうもありがとうございました。正義正義。すいません、あなたが落としたのはこの金のハンマー投げですか、それともこの銀のハンマー投げですか、どっち。陸上部の方ですかね。すごい届いてきたんで、向かいの高校の人ですよね。新記録ですか。ダメだ、雄たけびしか聞こえない。
正直が分かんないんですけど、あなたすごい記録出したみたいなんで、あなたには金と銀両方あげたいと思います。結構近くで落ちた。どうもでしょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上サポート芸人1分勝負のコーナーでございました。今日もねスタッフをやってますので、帰り際にね、感想など声をかけてあげてください。